どうもこんにちは、ワルサギです。こんにちは、リサです。みずみる TV へようこそ。見て見て。見ません。美容院行ってきたの。見ません。ちょっとなんだよな、美容院行ってきた。おー、すごいすごいでしょ。かわいい。かわいいでしょ。かわちい。ちょっとエクステもつけてみた。どこにあるの。長いの、ハルちゃん後ろに。ほら、ほんとだ、うん、大人っぽくなったでしょ。大人っぽくなったでしょ、うん、もっと髪振ってあ、いいね、その感じいいよ。あ、ありがとう。そんな感じ、その揺れ具合で外も歩いて。わかった、うん、こうやって歩けばいい、うん、わかった。洋服もね、イメチェンして新生リーサで真っ黒になっちゃったじゃん。天使と悪魔だね。さあ、本当にね、これ後ろ姿ね、パパ映しといてほしいんだけど、悪魔の羽つけてるから。え、そうなの。今これ見せられないんだけど、うん、悪魔コーデだからちゃんと映しといてね。めんどくさはい、というわけで、ママの衣装チェンジ報告でした。いいと思った方はグッドボタンよろしくお願いします。お願いします。じゃなくて、うん、今日も行ってきたんですよ。行ってきました。はい、はい、知ってますよ。朝からなんかバタ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 行ってくるねって。はい、俺が寝てたらね、行ってましたね今日日曜だけど、本当起きない。日曜日なのに行ってきたんですか。行ってきました、池袋へ。池袋といえばケーク .jp スイーツコラボ。はい、17日までドズル社コラボがやってますね。で、前回も行ってきたんだけど、まあ結構売り切れ商品があったんですよ。どうしても欲しかったモンさんのコースターとか手に入らなかったんだけど、めちゃくちゃ後悔したのが、ステッカー売ってたのに買い忘れたっていう。というわけで、じゃあ見せましょうか、はい、商品。はい、まずはその買いそびれたって言ってるこちらステッカーですよ。今回は25番。かわいいね。かわいい、みんな抱きついてるね。うん、今回あれだね、完全にピンクで女の子って感じだね。そうだね。うん、なんかパパあれ元気ない。ないどうしたの。俺悪口しか言えないはい、というわけでステッカー手に入りました。で、ほんとそう、これだけを買いに行ったつもりだったんだけど、なんかいろいろ再販していたので、こちら、おー、うん、コースターも全員分ありました。え、全員あったの。全員あった。お兄ちゃんはよかった、うん、これね、コースターなんだけど、まあ、水吸わないタイプのコースターだから、まあ、普通に飾ろうと思ってる。だってこれさ、この上に汗かいたコップ置いたって、結局ビチョビチョだよ。つるって滑っちゃう。でしょ？余計危ないじゃん。うん。ただこれはアクスタみたいな感じで飾る。マジか。うん。いや、うちにあるコースターがさ、もう結構ボロボロだからさ。そうね。それ買い替えたらちょうどいいじゃんと思ってたんだけど。そしたら4人分買うわ。いやいらないいらない。3人の分は、100均でよくて、うん、まあそれ使えばいいやと俺思ってたんだけど。いや、うん、これはコースターとしては使えません。今回、再販で売っててびっくりしたのが、うん、こちらですよ。やったー、手に入りましたよ。琥珀糖。うん。琥珀糖って何って言ってたよね。言ってた。今日食べれるのすごい楽しみだわ。ね。食感とか気になるよね。めっちゃ気になってる。そしてこれ、マグネット。うん、外れるのかな。あ、そこだけマグネットってやつ、うん、そう。ほら、外れた。裏見して。マグネット。ああ、前はね、缶バッジの針の部分が磁石になりましたって感じ。おお。ここがマグネットじゃなかったんだね。ね。てっきりね。このまま冷蔵庫に貼るのかと思った。うん、違った違った、うん、まあ、これはこれで可愛いと思う。そのマグネットはさ、大川ブクブ作のやつと一緒に貼るのかい。ああ、我が家には玄関に貼ってあるんだが。確かに、そうしよっかな。じゃあそれ玄関のドアに貼っとこう。はい、じゃあ湯開けますよ。お、楽しみ。いきます。早く食べさせて。はい。うわ、え、うわ、マジかえ、知らないの。ちょっと待って、待てあー、マジかよ。なんか残念がってんだけど、パパは本当に中身を知らなかったのか。知らない。マジか。メンバーカラーの琥珀糖が入ってるだけ。マジかよ。パパ、褒めて。メンバーカラーじゃん。すごい。ちゃんと作ったのね、メンバーカラーってことは。わざわざ。そうだよ。が、5個も入ってんの。すごい。はい、こんな感じですね。はい。5個かよ。俺ボンさん食べよう。ダメだよ。これ味違うのかな。それは気になるよ。味は一緒だと思うけどね。それも食べてみよう、うん、とりあえずママは紫食べるよ。いいよ。もし味が違うんだったら、うん、その味狙って食べたいな。ママはさ、桃味好きじゃん、うん、だからさ、桃のピンク食べるとかそういうのができるんだろうけど、一緒ですね、味は、うん、全部ブドウかな。うん、そうだと思う。すごいな、紫の食べ物ってすごいな。そう考えると確かに硬い。え、めっちゃ硬い。なんかもっとプニプニしてるかと思った、ゼリー状の。俺服食べよう。うん。割れるか。うわ、すいません。まあ、なんか寒天だからね。いただきます。え、ボリボリ言ってる。ん？
周りがめっちゃサクサクなの。おう、うん、今サクサクの分しか食べてない。なんだこれは、不思議、うん、確かに中はちょっと寒天風っていうの、ポロポロする。うん、こういうお菓子あるよね。なんかよくおばあちゃん家に行くとおかきセットの中に入ってるようなあるんだよ。思い出せないけど甘っ。めっちゃ甘いね。なんか琥珀糖だもん、糖だもんね、うん、あ、確かに甘っ。これが流行ったんだね。なんか雑貨屋さんとかでもめっちゃ売ってたもんね、琥珀糖。レジ横とかにすごい綺麗な色の琥珀糖いっぱい売ってたよ。へー、うん、食べる宝石。コンペイトとはちょっと違うのね。コンペイトはもう全部カリカリだもんね。うん、中がもっとなんかふにゃふにゃしてる感じ、うんうん、まだね食べるものあるから。うん、うん、甘いもん苦手だからさ。甘いもん人を幸せにするのにね。ね、うん、いやでも芋羊羹は好きだよそうだね、うん、和菓子は結構好きなんだけどね。そしてもう一個が前回購入したこちら、クッキー缶だ。そう、まだ食べてないんですよ。うん、食べて。食べたい。じゃあママはパパが絶対食べないこのイチゴを。うん、うん、ドズル社のクッキーじゃなくていいの？これは多分普通のバタークッキーだと思う、うん、これは最後。最後、うん、俺食べなくていいからそれ。ああ、分かった、うん、いただきます。うん、うん、どうした、大丈夫か、喉詰まったんか。これね、イチゴ嫌いな人食べちゃダメ。絶対食べない。周りの粉がイチゴ。へえ、珍しい、うん、クオリティ高いじゃん。なんか口に入れた瞬間、あ、イチゴ味いいね。うん、食感はすごいね、サクサクして美味しいよ。イチゴ好きにはたまらない一品。そうそうそう、あのね、割と酸味があるから甘くないよ。ほらパパ甘いもん苦手って言ったじゃん、これ甘くないよ、うん、イチゴだからさすがに食べないけどうん、でもなんか食べてみなよ。いいの食べて、うん、じゃあ俺ピスタチオ食べたい。お、果たして本当にそれはピスタチオかな、わかんない。この端っこにあったやつ、いただきます。ピスタチオ、違う、ピスタチオじゃない。ピスタチオではなかった、わからない。これいただきます。はい、これなんかチョコみたいなの入ってるよ。あ、こっちの方がこれサクサクしてる。お、微妙に酸味があるね。わかんない、なんかフルーツっぽい。でもフルーツ使ってんの、ストロベリーだけど、ね、ベリーっぽい。これミルクマカダミアナッツで。そっか、うん、マカダミアの味するわでもね、食感はそれぞれ違うし、それぞれ味も微妙に違うから、うん、どれも美味しい。ほんと？うん、これ食べたい。じゃあ明らかになんかチョコっぽい、うん、ナッツめっちゃ入ってる。それなんかマカダミアっぽいけどね。おお、どうぞ。はい、うん、これ美味しい。チョコの味だよ普通に。食べていい？うん、いただきます。俺もう歯磨いたんだけどいっつもそう、チョコだよね。あ、チョコだ、チョコ濃い。これナッツ、ナッツじゃない、チョコだ。これはあれだね、苦味があるね、ちょっとね。多分チョコレートのビター感が。うんうんうん。合うから。大人向けや、大人向け。そうだね。じゃあ最後ね、まだこれ食べてないんだよね。これ食べてみるわ。これはもう完全スノーホワイトで。うん。うーん。甘い。一番最初のイチゴ、口に入れた瞬間イチゴって言ったじゃん。うん。もうこれ口に入れた瞬間砂糖。これはこのクッキー缶の中で一番甘い。あ、待って。どうした？ムズムズしてきた顔が。あ、出た、パパのカカオアレルギー。うん、カカオアレルギー持ちなんすわ。あ、入ってた、やっぱチョコレート結構入ってた苦味が強ければ強いほどね、カカオ強いからね。あチョコレートを上あごにつけると鼻の中から目の方にまでなんかムズムズ感が伝わってくるの。これが俺のカカオアレルギー、くしゃみしだすから。やめて。以上ですか。うん、もうだいぶねパパが鼻むずむずで大変そうなんで、うん、エンディング撮りましょう。終わりですもう終わり。でもね、クッキー好きだからね、美味しいわ。知ってた、ママクッキー好きなんだよ。よく作ってるのは知ってる。うん、うん、あのママの作ってるクッキー美味しいと思う。ありがとう。シンプルなクッキー美味しいからね。美味しい。あのなんかドズル社のクッキーあったじゃん、うんうん、あれが多分一番俺好きだと思うわ普通のバタークッキーね。そう、うん、というわけで今日俺いいことしか言わなかったけどさ、面白かった変なことも言わないし、悪口も言わないみたいな。やっぱ物足んないよね。聞いちゃったじゃん、パパ元気ないねって、うん、不安になった。大丈夫かな、話聞いてんのかなって思った。話は聞いてるよ真剣に。ある程度の毒はあっていいんじゃない。愛のある毒ならね。愛しかないよ毎日見てっから確かに、ドズル社の動画。確かに昔の動画今一緒に見てるしね、ドズクラとかね。俺だってママよりも見てるから、うん、そうだよ、会ったこともあるし。そうだねずるいいだろう、うん、今度会ってくるから。絶対ないでしょそれ。嘘です、もう会えないでしょどうだろうね、もう会えるような人たちじゃない。あのお待ちしてます、ご連絡お待ちしてますもうやめてくださいみたいな連絡
一度ちょっと面と向かって話し合いましょうかみたいな呼び出し、そうなるまで独白、うん、やめよう、それはやめよう、バンサーちゃうから、バンサーね、あの炎上はしたくない、炎上、炎上はしたくない、泣いちゃうから、そうだね、うん、好きなもの買えるわ、そしたら、うん、そうだね、ピーナッツくんにするからそれね、今度ママがね黙っちゃう、ママが今度独白番だから、それってどこが可愛いのなっちゃうからね今日ミュウとママだけ行ってきたじゃん、うん、ママ帰ってきた時にこう井の一番にね俺に見せに来たんだよ、変えたわって言って、うん、その様子が可愛くてよかったそういうのを見てたいです、私は。そっか、ドズル社じゃなくてドズル社を応援してるママみたいんだね、そう男の人の絵とか見ても別に何も感じないですそうか、まあそりゃそうだ、うん、まあ、可愛げのある絵は好きよ俺、かわいいもんね、かわいいから好きなんだけど、うん、いやそうじゃないんだ、そっか、かわいげのあるママが好きです、ありがとう、うるせえはい、というわけでね、ママの格好が変わりました、いいなと思う人ぜひグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします、お願いします、それではまた次の動画でお会いしましょう、バイバーイ、バイバーイ、そういえば特典はなかったんだね、もらえなかった、ソールドアウトでした、残念。